市長の本郷谷健二です。大変コロナの感染者が増して増えております。今日はその報告をさせていただきたいと思います。これは感染者の日別の発生状況と推移ということで、2月23日からずっと、マトで発生した陽性者の人数ですけれども、4月の中旬で非常に多い時は1日に2桁の方が陽性者になったことがありますけれども、この1ヶ月半ぐらい、ほとんど、おまとしては発生してない状況でした。それが、6月の30日から急に増えて、この数日で10名の方が陽性者になりました。その10名の方の詳細ですけれども、6月29日に、県外の方と接触した40代の方が1名、6月30日には、日だまり館という時をですけれども、そこで、1人発生、職員の方ですけれども、それから感染源、梅の30代の方、7月1日にも同じく日だまり館の方、そして県外患者と接触された40代の方、4月2日には北原歯科専門学校で1人、出ました。で、緑は日だまり館でもう1名。それから県外の患者と接触者。それから7月3日には、感染源不明の20代の方。それから7月4日には、北原歯科専門学校の方。ということで、この6日間ぐらいで10名の方が感染されました。傾向としては、1つは日だまり館。3名の方が出ております。職員の方が2人と利用者が1人ということで、職員の方、それから利用者についてみんな検査しておりますけれども、ほぼ3人。そして、職員の方のお母さんも1人出ておりますので、マトではありませんので入ってませんけども、日だまりが関係で4名が出ているということです。それから赤い、北原歯科専門学校の若い生徒ですけれども、全部で12名の方が現時点で感染者が出ております。さらに、その接触者ということで今、検査しておりますので、さらに増えることが予想されます。松尾市民は現在のところ12名のうち2人ということですけれども、まあ、その、新松尾の近くですけども、駅の近くですけども、大きな感染が出ているということです。特徴的なのは、その2箇所、と、あと県外の患者とのほとんど、まあ、東京というふうに、が中心だということですけれども、が分かっている方、そして感染源不明ですけれども、2人見えますけれども、2人とも東京との行ったり来たりしている方ということで、20代、30代、40代、20代と非常に若い方々になっております。日だまり館についても東京との接触でなられたというふうに聞いております。北原の歯科、専門学校の方はまだ、検査中で、どの方が一番最初の感染者かというのはまだ分かっておりませんけど、さらに増えていくことが考えられます。いずれにしても、これまで、非常に少なかったのが、急に増えてきているということです。で、多くは若い人で、しかも、市外での接種が非常に、感染された可能性が非常に高いと思われる方が多いということです。この表は、松戸市と、同規模で感染した数の累計ということで、人口50万人あたりの患者数で、今松戸は、126人ですから、まあ、100人から150人のところに入っておりますけど、それは多いところを赤、少ないところを緑という形に。やっぱり東京地区が大変累計的にも多くて、その周り黄色、緑ということになって、東京がやっぱり感染の中心になっている。で、これは最近の1週間、実験の1時間の1週間、6月27日から7月3日の新規感染者数の分布図ということですけれども、これにつきましても赤いところは東京の話題になっても新宿とか池袋にある豊島区。これが中心になって、繁華街中心。で、その後が黄色、緑ということで、
まだまだ東京を中心としてですね、感染が広がっているというふうに思われます。まあそういう意味で、毎年急激に増えております。市内でというよりは、東京との、東京との感染の、大変、リスクの高いところで、なられた方が非常に多いように思われますので、ぜひそういった状況を踏まえて、行動していただきたい、慎重な行動していただきたいと、このように思っております。今日は、とりあえず、松戸市の感染の状況についてご説明させていただきました。どうもありがとうございました。